鈴鹿山を騒がせた者、名を名乗れ私の意志、すなわち海の意志だ。私がいる限り、何の心配もいらない。あなたも帰る場所がないのかまったく、しょうがないな。 我らの故郷を必ず取り戻す。少し疲れただろう。こっちにおいで。私の後ろに下がって、嵐は必ず過ぎ去る。我が名は鈴鹿御前。鈴鹿山の主だ。付き合い このままでは終わらせない心を貫く痛み、味わい海の放火は消えぬ刃の影を追い、陰界の弓は火を破る。大竹丸に会うまで、倒れるわけには。 見えたか今日から、ここが私たちの家だ。砂浜にある石ころを拾い上げ、無限に広がる海へ投げていった。石ころは、おおよそ百尺の距離を、水面を叩き、水しぶきを何度も上げて飛んでいき、やがて粉々になった。大昔、 一人で9日行きを滑ったとき、寂しいとは一度も思わなかった。しかし、一時期都で暮らして、賑やかで喧騒な町になれ、海がこんなに静かな場所なんだと気づいた。木の枝で砂浜に字を書きながら、私は叫んだ。 決めたここは鈴鹿山と呼ぶ私たちは国を作り、この海の国の当主になるのだ神社って、こんなものでいいのか記憶と少し違うが、どこかに赤い柱が立っていれば神社になるだろう。あとは、父上の屋敷か。 海で集めた木や瓦礫を積み上げてみたけれど、とても人間が住むような家には見えない。これは記念として残しておくことにしよう。大竹丸のやつはまたどこかへ行ったのか行ってるそばから、大竹丸が海から現れた。後ろには、縛られていて蒼白な顔をしている。 十数匹の海の妖怪が見えた。何度も言ったでしょう同族の妖怪をいじめるなって今夜も焼きうさぎを食べたいなら、言うことを聞きなさい大竹丸に説教した後、私は妖怪たちの拘束を解いてあげた。彼らは恐る恐る海へ入っていき、視界から消えた。 彼らは仲間を連れて復讐しに来るかもしれない。そうしたら、二度と鈴鹿山へ近寄れなくなる。いや、きっと奴らも、ここは仲間を大切にし、居場所のない妖怪を家族のように受け入れる、特別な島だと分かってくれるはずだ。父親から学んだ優しさで、この場所を、 みんなが平和で暮らせる鈴鹿山にすると決めた。最近、鈴鹿山にやってきた海の妖怪が増えすぎて、皆の名前を覚えるのに苦労している。例えば、あの七人岬食材の仕入れと宿の管理から兵士の訓練まで、大竹丸に任せた。 私は時々、砂浜に流れてきた資材を洞窟まで運んで、壮大な計画を実現させるための準備をしている。私は、奇仙の大群を作ろうとしている。奇仙は鈴鹿山の象徴となり、旅をしている間、海からみんなを守ってくれるのだ。海の妖怪は、 自由に海の中で行動できるから人間の真似をするだけ無駄だと海鳴りは言ったそれでも私は鈴鹿山の妖怪たちに気線を誇ってほしいどの水域に入り込んだとしても気線が見える限りそこは彼らの家になるのだどれくらいの時間をかければ この漂着物が船の姿になるのかはわからないかこの私だけが、やり遂げられる任務だ。